石川宗儀は、伊勢亀山藩の、第8代藩主。伊勢亀山藩石川家13代。文化12年11月13日、旗本石川総統の次男として、江戸で生まれる。天保4年に1月8日、第7代藩主石川葬安が死去したが、着難総禄が未だ幼年であったため、もう発せず、葬儀を子しとする届け出を行い許可を得。 ようやく2月13日に猛発した。早期は4月4日、家徳を相続、宗助の娘あゆたかを正室とし、同着難総録を養子とした。天保5年に、樹語位した、ヒューが守るに、ジョイ、任官する。天保7年、戦国騒動、竹島事件により、老中辞任の上へ実去を命じられた、松平康二人の腹心を爆名により預かる。 翌天保8年8月13日、亀山は大暴風雨に襲われ、甚大な被害を受けるとともに大飢金をもたらした。鈴鹿群屋氏によれば、1日に最大で36名の死者があり、月に10名内外が路房で餓死し、家屋内で餓死や病死した者が100名内外いたと記録されている。早期は、領内の状況に鑑み、速やかに蔵米4000国を休民に与え、 さらに米三全国を高農巨匠に、貸付け廉価販売を行わせ米価高騰を防いだ。藩主の意を組み、高六家臣も、自家蔵米、軍用米のほとんどを、貧民や下級藩士に対して分け与えたと伝えられる。自藩ばかりでなく市藩日立下立藩の窮状は、さらにひどく、下立藩の年間収入の3割強を、亀山藩は、本藩として支援せざるを得ず、 亀山藩では、財政対策として、藩主家力に応じ17%から25%を旧荒日として記した。基金に対する早期の対応を幕府は高く評価し、開英2年早期を老中に推薦する、胸の申し入れがあった。早期は大いに喜び老中就任を望んだが、亀山より武行、佐藤史平が江戸に赴き、犯罪性求防の中老中就任は、 老中として国事に専念できず、藩主として、気球存亡の状態にある藩の維持もできなくなるととき、早期の思いを断念させた。江戸詰家臣は早期の老中就任推薦を喜び、就任も引き止めようとする、国本藩主と早期との面談を阻もうとした。なお、過去からの財政難に加え、基金対策、市販支援により、 反債発行残高は33万両に達していた。これに対して、反収入は金額にして6万両。反債利息7歩、過信法枚3万4500両、差し引き2500両の中で処刑費支払いを行う状況にあったとされるとする資料もある。後日、早期が国元入りした際、佐藤史平は、反内大目付の不正に連座辞職を免ぜられた。 家営6年5月7日、家徳を養子の総禄に譲り隠居するが、なおも反省の実権は握り続けた。総禄は家老、近藤織部と共に、金納派の黒田隆富等を登用したが、総禄死去後の文久三年、早期は、近藤、黒田等氏金納派を抒去させ、家老さじ渡りを中心に保守派に反省取らせた。明治維新へと向かう晩年は、 総録の後を継いだ四男総治む、六尾茂行に先立たれ、孤独であったという、明治19年11月1日に東京で死去、去年72、ありがとうございます。